女性ホルモンが乱れる食事ワースト3をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、なぜ女性ホルモンが乱れてしまうのか、では一体何をどのようなことに取り組めば女性ホルモンの乱れから来る、例えば体重増加であったり体調不良を改善することができるのかがわかるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。あなたは例えばこんなことないですか？最近いつも通りの、普通の生活をしていたのに、なぜか体重が増えてきてしまった、もしくはなかなか昔と比べて体重が落ちなくなってきた、または意味もなくイライラしてしまったりとか、もうとにかく疲れやすい、などなど、こういった体調不良にもしも悩んでいらっしゃるとしたら、女性ホルモンのバランスが乱れている可能性があるんですね。私たち女性にとってこの女性ホルモン、主にエストロゲンになりますけれども、もうとてもですね、大切な役割になってくれてるんですね。例えば脂肪燃焼効果であったり、また脂肪、内臓脂肪ですの蓄積をこう抑えてくれたり、また悪玉コレステロールを抑えてくれたりと、こういったですね、もうこんなに素晴らしい働きを女性ホルモンは担ってくれてるわけなんですね。ところがです、この女性ホルモンというのはもうとってもとってももう繊細なんですね。もうちょっとしたことですぐにバランスを乱してしまうんですね。例えば少しでもストレスがかかった途端に乱れる、または睡眠不足になっただけでも乱れてしまう、そして最後不規則な食生活が続くだけでも簡単に乱れてしまうということになるんですね。そこで今からこの動画でお伝えするのは、この大切な女性ホルモンの働きを乱してしまう食事です。ワースト3をあなたにお伝えしていきたいと思います。ではワースト3の1つ目はこちらです。タンパク質が不足しているからなんですね。タンパク質が不足しているお食事をされていますと、女性ホルモンのバランスを乱してしまうんですね。で、この女性ホルモンを調節するために必要な栄養素がこのタンパク質なわけですから、もうとにかく毎食毎食しっかりとこの手のひらサイズのタンパク質を取りましょうねということがとても大切になってくるんですね。で、このまたタンパク質といいますのは、食べてもですね、脂肪になりにくいので、イコール太りにくいものになるんですよね。なので安心してしっかりと召し上がっていただいて OK なんですよ。で、プラスその食べ過ぎたとしてもですね、そのエネルギー消費以外残ったものは尿中に出ていっていくということになりますから、もちろん何でも食べ過ぎてはいけませんけれども、そもそもタンパク質というのは脂肪にはなりにくい栄養素になります。そしてなんと食欲をですね、抑えてくれる力もあるんですね。逆に言えばタンパク質が不足している食事を取られてしまうと、すぐにお腹が空いてしまって、食べ過ぎてしまうということにもなりますし、そもそもその女性ホルモンを調節するために大切な栄養素になりますから、もうとにかく必要なんですよね。そしてしっかり食べることで、その食後の満足感も得られますから、こうちょこちょこ口に運ぶということも防止することになるんですね。それでは2つ目はこちらです。インスタント食品です。このインスタント食品が女性ホルモンのバランスを乱してしまう食事ということになるんですね。なぜかと言いますと、添加物が含まれているからなんです。例えば添加物とは何かと言いますと、調味料かっこアミノ酸などと表記されている原材料名ですよね。そこに入っているものが実は化学調味料です。またノンシュガーとかですね、糖質ゼロと書いてあるような人工甘味料もそれに値します。そういったものを取ってしまわれると、その体内のミネラルをですね、もうどんどん奪ってしまって、ホルモンの分泌をその妨げてしまうんですね。なのでこういった化学調味料や人工甘味料が含まれたインスタント食品を取ってしまうと、あなたの女性ホルモンのバランスを乱してしまう、結果体重が増えてしまったり、またイライラしてしまったりですね、ああいった体調不良が起こりやすくなってしまうということになるんですよ。では最後の3つ目はこちらです。冷たい食べ物や飲み物になります。なぜかと言いますと、こういった冷たいものを召し上がってしまうと、
お体が冷える、そうするとあなたの自律神経のバランスがまあ悪くなってしまう、まあ、支障をきたしてしまうわけですね。そうするとしっかりとホルモンバランスを調節することができなくなってしまって、結果バランスを乱してしまいますよということなんですね。もう女性にとってはもう特にこの冷えというのはもうですね、いいことゼロです。もう大敵になるんですね。なのでこういった冷たい食べ物、飲み物を取らないように気をつけていきましょうということになります。はい、ここまでは女性ホルモンを乱してしまう食事ワースト3をお伝えしてきました。1つ目はタンパク質不足の食事をしている、2つ目はインスタント食品など添加物が入った食事をしている、3つ目は冷たい食べ物や飲み物を召し上がっているでしたね。ではこの3つを取らないように気をつけていくことプラス、じゃあ逆にどのようなものを食べれば女性ホルモンのバランスを整えることができるのかということを今からお伝えしていきたいと思います。3つあります。ではまず1つ目です。こちら大豆食品です。もう主にこの大豆に含まれる大豆イソフラボンが女性ホルモン同様の働きをしてくれますから、もうバランスが整えますよということなんですね。でそこでおすすめなのは納豆です。1日に1パック食べれば十分な量が補えると言われています。なのでまずは1日に納豆1パック食べていきましょう。そして2つ目はこちらです。ナッツ類ですね。ビタミン E です。でこのビタミン E を取られるとホルモン分泌をコントロールしてくれるということになりまして、またプラス血行促進になるにことになりますから、その自律神経のバランスも整いやすくなって、結果ホルモン分泌もうまくいくということになるんですね。でそこでおすすめがこちらです。アーモンドです。アーモンドはもうすごいんですよ。脂肪燃焼効果もありますし、こういったバランスも整えてくれる食べ物になります。で目安は1日15粒程度にしましょう。もういくら良いかといってもですね、脂質が結構高いので食べ過ぎには注意ですよ。では最後3つ目です。魚です。ビタミン B6 の働きになります。もうこれはその女性ホルモンの代表的な成分のエストロゲンの代謝に働きかけてくれる栄養素になりますので、もうとにかくバランスを整えるためには必要な栄養になります。でおすすめはマグロやカツオなどのお魚ですよね。お魚全般取られると良いと思います。さあいかがだったでしょうか。今までお伝えしたことをあなたのペースでできるところから、もう一つでも二つでもですね、取り組んでいただきますと、あなたのその女性ホルモンのバランスが整って、結果代謝も上がって脂肪燃焼効果も上がり、イライラやそういったそのお体のですね不調が改善することがあなたの力でできますから、ぜひもうちょっとしたことで慣れてしまうこの女性ホルモンのバランスをできるところから、としたら食の観点から変えていきましょうねということをお伝えいたしました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルでは様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことで心も体 もう明るく元気いっぱいの方を世の中にどんどん増やしていきたいと思っております。そのために私は毎日動画配信しておりますので、聞き逃しのないようにぜひこちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録していただきますと毎日私からの動画レターが届きますので、ぜひご登録してみてくださいね。そしてこの動画役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。